ばんは。急に始めちゃいましたね。いやーね、せっかく今日生放送でメイクもしてたからやろっかなーって。なんか場所が定まらんな。あ、暗いな。私の部屋なんですけど、これ大阪帰ってきまして、暗いな。まあいっか、ここで。よいしょ。Tシャツかわいい。イエーイ。ネオン。こんばんは。皆さんこんばんは。結構急に始めちゃって、もう寝る、これから寝るって人多かったかな。平日やもんね。ごめんなさいね。会いたかった。ありがとう。久しぶりインスタライブ。実家なう？実家です。帰ってきました。うたこんさんの生放送終わって帰ってきました。王様プリン。お風呂入ろうと思ってた。いや、私も思ってたのよ。なんならもうお湯も沸かしてるんやけど、せっかく今日生放送でメイクもしてるから久しぶりにやっちゃおうって、本当につい5分ぐらい前に思いつきました。トラホートラホー。お風呂上がりです。いいですね。金木くん、あ、見える？金木くんもう相当昔に買った抱き枕。アイシャドウ何使った？わかんないんですよね。ヘアメイクチムさんに全部お任せしてるもんで。髪の毛伸びたね。伸びました。ちょっと見えにくいけどくくってます。今日はネオンちゃんは寝てますか？いや、バリバリ起きてて、さっきまでね、じゃれてました。ネオンとのツーショットの写真も結構撮ったんで、またインスタ載せますね。就活頑張れって言ってください。頑張れ就活生、今の時期大変ですね。あ、レフティーさんもコメントありがとうございます。野球を教えていただきたいです。いや、ぜひね、野球の話したいですね、一緒に。何で PS5 当たったんですか？母の上信のアカウントかなんかかな。でも上信さんでね、母が当ててくれてました。私もずっと抽選申し込んでるんですよ。ゲオさんとかね、ずっと申し込んでるんですけど全然当たんないんですよね。うたこんお疲れ様、ありがとうございます。阪神8連勝ね、本当強いですよね、マジで。今年こそ優勝できるんじゃないか。ネイル見たいです。もうだいぶ伸びて、なんなら1個取れちゃって、今日生放送の前に。阪神優勝ねえ、本当
今年はいけるんじゃないかな、本当に。今日ホームラン祭りでしたもんね。彼氏、あ、ライブのリハはぼちぼちですか？いや、まだやってないですね。そうなんですよね。この状況でね、できるのかできないのかっていうところでね、まだなんとかね、できたらいいんですけどね、厳しいかな。それ次第でね、リハも状況変わるかなっていう感じで。お風呂まだ入んないですか？いや、あのね、インスタライブ終わったら入ります。あと15分ぐらいにしようかな。11時ぐらいまで切りいいし。大人になったねもう大人なんでね。だって今4月でしょ、もう後半ですもんね。あと3ヶ月で28ですよ。28、そりゃいい大人。後ろに自転車みたいなのあるギタースタンドかな、ギタースタンドですね。はい、明日5時起きです。大丈夫かな。全然気にせず寝てくださいね。受験頑張れ。あ、受験頑張れ。懐かしいな、受験とか。けど本当ね、そんなに勉強するなんて学生の時だけだと思うんで。お家みたいなのはドールハウスですか？いや、これね、ダストボックスです。ゴミ箱。TikTok そろそろですか？いや、もう本当にそろそろ、もうすぐ今月中にはできると思います。もうね、会議したりとかしていろいろみんなで話し合ってます。みんな何中なんですか？お部屋紹介、いや、ほんとできるほどあれなんですよね本当になんか、あ、でもこの辺だったらいけるかな。なんか歴史の本とかがね。あ、でも逆さに、逆さっていうかあれしちゃうんだよね、逆に。なんて言うんだっけ、反転しちゃうもんね。この辺なんかね、見えるかな、歴史のやつとか見えてるのかしら。この辺もね、はい、難しいわね。あ、なんかね、昔いただいたやつとかもあります。ドラマチックに乾杯の TikTok っぽい振り付けを考えたんですが、一向にバズりません。そう、私の楽曲の知名度不足もあるとは思うんですが、でもなんかね、本当にあの一曲の曲を使いまくってやり続けてバズってる人もいるんでね。え、やり続けるっていうのも一つの手ではありますよね。夕飯中、あ、ちょっと遅めの夕飯なんですね。食後のデザート中、お、遅めのデザート中ですね朝ごはん in America。 わー、時差。
歴史そう好きなんですよ。これ実家のね私の部屋です。そうバンドスコアとかもね結構昔やってたやつがね残ってますね。これってなんか見れたんだっけか。これ、あ、質問？おお。質問。なんかまた新しくなってる見え方が。へえ。ネオンちゃんどこ？ネオンは今。リビングにいます。さやえエピソード、川栄のことかな。川栄はねあのスイッチでフレンドでよくあのオンライン情報がね私もよくゲームやってるんで見えますね。集まれ動物の森を始めましたみたいなねとか。東京の仕事ばっかりで東京弁にならないんですか。じゃあね、関西のスタッフさん、関西出身のスタッフさんも周りにいらっしゃるんで、割とそういう方と関西弁でね会話するからっていうのもあるのか。全然そんなことはないですね。夜ご飯何食べましたか。お弁当のおかずを食べましたね。サラダ、漬物。モンハンやってますか。やってないんですよね。もう PSP とかでやってって終わったな、うん、フォートナイトもやってないんですよね。エペックスかな最近は。おお、動物の森の推しキャラ、私はじゅんちゃんかな。あとなんだっけ、パンタやったっけ。私の森にいるけど結構好きかな。高橋ジュリちゃんとは本当定期的にね未だに連絡取ってますよ。本当お互い仲も親友なんでね、なんでもない時になんか連絡したくなった時にするみたいな感じですね。エフェクトつけてみてください。エフェクトってどうやってつける。何これ、この中から、なんか違うんかな。おお、おお大変なことなってる。あ、やば。やばくないこれ。やばくね。やばい。これどうやって戻すの。あ、こうか。くさ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 って。エイペックスキャラ何使ってるんですか。バラバラですね。でも基本っていうかよく使うのはブラハかライフラインかホライゾンかなが多いかな。まだ全員解放もできてないんですよ。あと解放してないのがワットソンとクリプトとランパートとあれだレブナントは解放まだしてないですね。なんかあるかな他にも。あ、なんかこれおしゃれや。あ、これもなんか超おしゃれ。あ、これなんか普通にフィルターみたいな感じ。あ、これもいいじゃない。いいじゃない。これはなんか具体的に何が変わってんやろ。オリジナル。あ、ちゃ。何これ。キラキラしてる。
あ、なんかおしゃれ。あ、もうあと5分ぐらいかな。短いですけど、まあまたちょっともう違う気が向いた時にやりますか。質問見てみようかな。スプラトゥーン新作楽しみ。確かにスプラトゥーンもね、3の情報出ましたもんね、ちょっと前に。なんか予告映像みたいな、ティーザーみたいな見たけど、めっちゃすごかったな。楽しみ。買わないと。最近車乗った？いや、乗ってない。全く乗ってないからやばい。乗りたい。プロテインの味はね、ずっとチョコ飲んでて、もうすぐなくなるから、新しくミルクティー味をね、買ってみました。ゲーム実況、いやー、需要がね、ないし、その実況するほど面白くも強くもないし、全然恥ずかしいです。指ハート、指ハート、アーカイブ残してください。こんな何の内容もないやつやけどいいですか。じゃ残しますかね。スクショタイム、スクショタイム。以上。あと3分。髪の毛伸ばしていくんですか。まあ今んとこ伸ばそっかなみたいな感じかな。気分。半袖寒くないの？全然寒くない。むしろ暑いですよ。超いい天気ですからね最近。パッパッパッパって、じゃあ質問に答えていこうかな。血液型 B 型です。今の充電はアモンガースしてますか。いやー、あんま分かんなくてやったことないんですよね。一回しか。ゴルフはしますか。いや、ゴルフしたことないんですよね。いつかはね、したいですけどね。好きなディズニー映画ある？シンデレラが本当に好きで、昔はよく見てました。本当にめっちゃ見てた。なんか好きだったんですよね。新しい CD の情報は決まってますか？まあまあまあ、曲作って、まあ、やってるんで、ちょっと楽しみにしててください。なんかね、ほんとまた、新しい曲ができますよ。ちょっとね、家の時計、1分早いかな？ちょっと早いかな？なんで実家なん？今日歌子の生放送がね、大阪のホールからだったんですよ。だから実家に帰ってきました。好きなゲーム実況者さん、結構ね、最近見てるのが、名前出していいのかな？レントンさんとか好きですね。面白い動画が。面白い動画かな？好きかな？アメトークの漫画芸人見た？いや、見てないんですよね。濱家さんが
東京リベンジャーズね、おすすめしてらっしゃったっていうのは聞きました。もうじゃあ11時になったに11時になったので終わりますわ。今日はまたそのうち気分でやります。ゲリラ配信でもいいかな、またまあ告知できるときはします。じゃあおやすみなさい。バイバーイ。